こんにちは。あなたもプロファイリング司会の原弥生です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、運気研究家の、井上由紀ちゃんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいります。この番組、これからは毎月第4火曜日は私が担当させていただくことになりましたので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、なんと今日初ということで、私の、ちょっとしたね動画も作ってくださったということなので、まず先に皆さんご覧ください。よろしくお願いします。どうぞ。照れちゃう。ワクワクしましたね。あ、そう、嬉しいわ。私のね、あのプロフィールをこう簡単にね動画にしてもらいました。私、そうそう、こんなことやってきたわって今改めて、自覚をしながら、ね、進めていきたいなと思います。では皆さん、改めまして、はい、原弥生と申します。よろしくお願いします。そして第4週の今日は、運気研究家、かっこいい肩書きですね。かっこいいですね。井上由紀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。短い時間ですけど、ここからね、楽しく進めていきたいと思います。そして第1回目、司会第1回目ということで、今日はね、結構私に関することなどもお話というタイトルにしてますので、ぜひね、お付き合いください。楽しみにしてきました。たくさん聞きたいことがありますので。そうですか。でも何でも質問してくださいね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、私は実はですね、フリーアナウンサーもしてるんですが、声とセールスの専門家ということでね、活動もして講座もねご提供してるんですね。で、声って、皆さん声、そうっていう感じでね、思われると思うんですが、ゆきちゃん、声にはあなたのすべてが出てるんですって聞いたらどうですか？いや、興味ありますね。いや、声に関しては、なんかすごく私興味があるので、仕事上やっぱ人とお話しするお仕事ですから、すごく声のことは、弥生先生のことも少し聞いていたので、今日たくさん聞きたいなと思って、私の声をぜひ、今日はいろいろお聞きしていきたいなと思います。ではね、鑑定もさせていただきたいと思うんですが、そういうゆきちゃんも鑑定士なんですよ。どんな鑑定士か、ちょっと自己紹介お願いします。私はですね、プロファイリングを使ったですね、コーチングやコンサル、それから、運気全般のさまざまなコンテンツを使ってですね、たくさんの方々のコンサルをさせていただいてるんですけれども、実はこの、仕事を始めたのは約1年ぐらい前からなんですけど、もうありがたいことにですね、1000人以上の方々を、コンサルとかですね、鑑定させていただいたんですけれども、やはりもうたくさんの方々とですね、お話しする上で、なんかすごく感動してですね、良くなっていかれる方と、こう反応がない方と、いらっしゃるじゃないですか。いろいろな仕事をしていると、でもなんかそれの一つに、私声のトーンっていうのも、実はなんか調べて、こう人とお話しする上でも声が重要っていうのは実は若干知っていて、そしてなんかないかなと思ってたら、今日弥生先生とご一緒できるっていうことで、嬉しい。ありがとうございます。時間足りるかなっていう感じですけど、私ももういっぱいお話ししたいこともありますし、そうやってね、声のこと気になってらっしゃるということで、どんなところからね気になってるかも言ってくださいね。私のこと先生って言わなくていい。じゃあ弥生さんで、それで、それでいきましょう。よろしくお願いしますね。本当にね、声、自分の声っていうのはね、その人の全てが出ているわけで、どう全てが出ているかっていうと、まず簡単に言うと、その時の心理状態、
性格、思ってること、何人兄弟の何番目に生まれた、育った環境どうだったか、食べ物の好みはたまた昨日何を食べたとかね。本当ですか？出てるんですって。でそれがね、中国の人相とか手相のこととか、はい、そういうことが詳しく解説してある昔からの本があるんですが、はい、その中にも声の相って、相ってね、人相手相と声の相ってあるんですよね、はい、でそこに書かれているんですよ。なるほど、ね、どうします、全部出てるんですよ。いやもう今日はもうぜひこのチャンスなのでたくさん教えてください、はい、後ほどね、ゆきちゃんの声も聞かせていただきながらね、はい、はい、私もどんな風に講座やってるとかお話もね、うん、していきたいなっていう風にね、ぜひぜひ、はい、思ってます、はい、でもなんかそうやって聞いちゃうと、え、怖いと思うんですが、うん、何もね怖がる必要ないんです、うん、あなたの魅力っていうのが全部出てると思ってくださったらいいんですね、うん、そうです、はい、でね、声っていうのは実は2つと同じ声がないっていうのをご存知でしたか？ね、固まったね、息が止まった。びっくりすることばっかり、全てが初耳で。あ、そう、はい、うん、手相を見ていて、はい、そして指紋が、手の中には指紋ってありますよね、うん、はい、この指紋も2つと同じ質問、ね、指紋が、ね、ないって言われてますよね、はい、うん、で声にもね、やっぱその指紋っていうあるんですね、はい、声紋って言うんですけど、声の紋だから、それもね2つとない、だからあなたの声は1つだけ。なるほど、もう愛してあげてください。自分だけのものですよ。私がやってるこのプロファイリングと似てますよね、うん、そうなんですよ。世界で唯一のこうあなただけの人生プログラムと、はい、その声のっていうところ、うん、これコラボ完璧ですって。これコラボしたらもうわからないことない。そうそうそう、はい、なるほど、ね、ゆきちゃんがやっているのはもうね、その方のライフプロファイリングって、はい、地球上の人数以上のタイプがあるってことですよね。310億パターンなので、ね、すごい、今80億人ぐらいですよね、うん、世界がすごい何倍っていう、ね、そうすごいですよね。だからね、2人として同じプロファイリングはない、うん、声もそうなので。なるほど、ちょっと今日は私ゆきちゃんを声からプロファイリングしてみたいな。嬉しい、ぜひやったしてもらいたいそうですか、はい、嬉しいですね。まあね、声の話もねちょっとこうね、うんうんうん、していきたいなとかって思うんですけど、はい、より自分の本来の声を使っていくっていう、はい、うん、これなんで大切だと思いますか？でよくね、日本語って裏声で話したりとか、はい、いろんな声作れるね、はい、なるほど、うんうん、でも裏声は作った声に入ってくるので、本来のあなたの自分の声の地声。じゃあこの、うん、私が今話してた地声じゃない、ちょっと地声じゃないのね。地声じゃないんだ、うん、私地声ですよ。なるほど、はい、いやでもこれが地声じゃないとか、うん、本当の自分の声気になりますよね。知らないですよ ねみんな、うん、生まれ持った本来の声質っていうふうに思ってもらったらいいと思うんですね。そこからね、やっぱりこうだんだん出来上がっていく性格とか、はいはい、それから物の見方とかいろいろありますよね。でだんだん後からどんどん形成されていく性格、持って生まれた性格と両方ありますよね、はい、うん、なのでそれがどん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 と変化していく、これ良い悪いではなくてね、どんどん変化していくことによって声もどん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 変化していくの。嬉しい、うん、でもなんかこうテレビとか弥生さんもそうですけど、はい、聞いててやっぱなんていうかな、気持ちがいい声、はい、だなっていつも思っていて、うんうん、やっぱこう、ね、トレーニングされていたりとか、なんかそういう専門家の方っていらっしゃるんですけど、はい、なんかそういうのはすごく気になるので、うん、いやぜひ私もそういうボイスというか、はい、これも手に入れたいです。元に戻りたいです、ぜひ今日はそうそう、ね、新しく声を作るわけでもないしね、うん、だんだん生まれ持ってた時に持ってたその声に戻していくって感じなので。なるほど、うん、いや嬉しいな、はい、そのねお手伝いをさせていただいてるんです。そういう私でもまだ完璧に戻れてないんですね。だから日々日々、あ、また戻ってきたな、少し戻れたなとかね、うん、どれぐらいかこう戻すまでってどれぐらいかかるんですか、うん、そこね知りたいですよね、はいはい、どのぐらいだと思いますか。でもこう
あの生きてきた年数の違いでも戻すまでにやっぱ時間がかかったりとかあるじゃないですか。そう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 、でもやっぱり1年ぐらいは何でもこうトレーニングして1年から3年かけて何でもこう物事は、うん、ね、達成していくってあるからやっぱ1年か3年ぐらいかかるのかな。そうですね、本当に、うん、そう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 、そのぐらい思っていただくと戻っていけるんですよね。でももうね、どうしてももう戻れなくなっちゃってるところもあるにはあるんですよ。でもカバーしていけばいいんですけどね。どうやって戻していくかって知りたいですか？知りたいです。もう多分今日あの画面の向こうの方もみんな今めあの前のめりになってる。前のめりだったら嬉しいな。はい、はい、もうね本当にね、あの自分の声を見つけていくメリットも含めながらちょっとね、はい、お話ししていきたいなと思うんですが、ちょイメージのお話ししますね。はい、であのお一人ずつ全部癖が違うので、うん、で同じようなやり方もしていくとか違うところもやっていく。で声ってまずはボイストレーニングってね皆さん受けられたりしますよね。はい、でボイストレーニングは体で作ってきますよね。いわゆる音域広げたりとかね、広げたり大きい声出したりとかっていうのは体でレッスン受けていくんですけれども、私がお届けしてるのはそれはねだいたい3割、体で作るのは3割ぐらい。だからあのボイストレーニング音域広げるっていうそういうレッスンはしないんですね。そもそも声質、うん、であとはどこでやっていくかっていうと、まあ、いわゆる脳。なるほど。そうなんですよ、脳科学もね学んだりとかね、まあ、東洋医学西洋医学学んだり耳鼻咽喉科の先生に学んだり、はい、心理学学んだりいろいろやってきた中で、あ、そうだ、声質、本来のその方の持ってる声質に戻していくには体で大きい声を出したりそれだけではないな、どちらかというと声ってその人の全てが出ているからマインドの部分大きいんですね。なるほど、これ脳だわ。脳ですね、うん、でしかも本来の声質で出した声は脳のちゃんと届いてほしいところに届くんですね。そこが何かっていうと心を司っている部分であったりとか、うん、それからあとはね、まあ、医学的なの、私もあの医学学会に行ったりとか関わってはいたので、はい、ちょっと耳にはしたんですけど、お医者さんじゃないからあの言えないところはもちろんあるんですが、でもあのホルモンの質とかね、そういうものにも影響している部分と一緒なんだよって私学んだんです。ホルモンの質、体中にすごいたくさんのホルモンって回りますよね、うん、そういう質まで変わっていく、あ、それはすごいな、そこへ届く。でも作った声とか裏声系とか本来の声ではない声はその部分じゃない脳のとこに届くんですって、違うとこ行っちゃうんですって。へー、うん、すごいお話でしょう。声だけでじゃあ全て変わってくるんですね、うん、そうそうそう。そしてお相手は私たちあまりあの人の声いろいろ聞いていても、はい、そのね、認識してないんですよね人の声ってね、うん、それって無意識の領域に入っている。でもその無意識の領域っていうとあの潜在意識とかね、顕在意識って言われるんですけど、はいはい、その無意識領域のところに入っているから私たち意識ないんですね人の声聞いても、うん、でもなんかなとかちょっと違和感があったり、はい、あ、この声好きだなとかいいなとかね、うん、心地いいなとか、ん、この方ってどういう方なんだろうってちょっとなんかつかめないなとかね、いろいろあると思うんですね、はい、これ良い悪いではなくてね、はい、うん、何回も言ってますけど、うん、でそういうところも違和感があるなとかっていう方は実は本来の声質の声ではなかったりして、届いてほしいところじゃないところにその方の声が行ってる可能性もあるんですって。なるほど、深すぎちゃって、もう私もどんどん研究してみたんですけど、深い専門家すごいって思いましたね。なるほど、うん、でそうするとその距離が結局その方に対しての違和感とか、あれこの方すごくいい人だと思うんだけれども、もう少しちょっとお付き合いしてからもう少しこの方とは深く付き合ってみようとか、それからあとお仕事の場だとね、もう少し知ってから取引してみようとかね、買ってみようとかね、ありますよね、講座受けてみようとかね。なるほど、うん、っていうことは逆に声で決まるっていうことですもんね、うん、素晴らしい、逆に声さえ、はい、あのいい声というか、うん、まあ、自分の声というかであれば、はい、
絶対的関係性が結べるってことです。そうなんですよ。だから私もね、欲しい、はい、手に入れてくださいというか、戻使えるようにするだけのことなので、はい、新たに買うものでもなければ手に入れるものでもないんです。なので皆さん、その本来の声ってね、一番コミュニケーション取りやすいんですよ。誤解が少ないんですよ。そういうコミュニケーション取っていきませんか。よくね、コミュニケーションでね、悩んでる方いらっしゃいますよね。いや、多いで、特に今海外の方とかも会うけど、うん、言葉は分からなくてもなんとなくこう、はい、声でなんか心がつかめるとかになったりしますもんね、はい、ねえ、そうなんですよ。でぜひね、皆さんもね、ビジネスにも生かしてみてくださいとかね、うん、人間関係に生かしてほしいなって。いや、会社にこの研修制度あったらいいですよね、うん、会社の売り上げがバンと上がりません。皆さんがその特にセールスのお仕事とか、ね、はいはい、営業マンの方とか ね、いいですよね、うんうん、いいと思います。そう、やっぱりね、私から学んでいただいた方もね、制約率上がるんですよ。そうなんです、ね、うーん、嬉しい。いや、もう受けたいですよ、みんな。ありがとう。で急にね、声とセールスの専門家っていう肩書きになっちゃったんですけどね、うん、まあ、私もね、セールスもね、お手伝いに行ったりとか、はい、ビジネスパートナーさせていただくんですけど、はい、普通にお話ししてるとなんか買っていただけたわ、あ、なんか制約できちゃったわみたいな、うん、やっぱ声の力あってね、すごいなと思うんですね、うん、なのでそういう声を皆さんもぜひね、使えるように戻してていただきたいなって。でもその声っていつの間にかどんどん癖がついてっちゃってるからね。で、さっきね、イメージのお話ししますって言って、はい、そのままなってるんですけど、はい、例えば原石、声原石なんですね、はい、で、うん、ダイヤモンド、原石、もう皆さんね、ダイヤモンドのような原石のその声、声帯持って生まれてきてるんですよ。だけど自己流で声を出してるでしょ。みんな持ってるわけですもんね。そうなんですよ。全員持ってるってことです、うんうん、でダイヤモンドもこう掘り出した時って石って、ね、原石で、その 石ごとに全部違うので、どこをどうやってカットして磨きをかけて輝く宝石にしていくかってすると思うんですね。でそれでちゃんと皆さんダイヤモンド持って生まれてきているのに、そこにどんどん長い年月、ね、雨が降り風が吹き、そして土があり、でそうすると石ころ硬く、土が硬くなっちゃったり、葉っぱが硬くなっちゃって付着してとかね、だん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 周りにいっぱいいろんなものがこうついてきてるイメージなんですね。で原石が原石のままも使えてなくて、いろんなのが付着して、それがその人の声の使い方だったりとかね、気持ちの部分の癖なんですね。なんでそれをちょっとずつちょっとずつ取り外していって、で原石に戻しながら磨きをかけたらどうですか、ゆきちゃん。いや、磨き上げてほしいですね。そう、だからそんなね、イメージなんですよ、はい、持ってるものをね、で磨いていくだけ。なるほど、はい、だけどその磨いた声がもう人間関係からセールスからいろいろだ、コミュニケーションの先にセールスがありますよね、だからコミュニケーションの中にね、セールスがあるって言ってもいいですので、セールスってまずは最初はコミュニケーションなんですよね。そうですよ ね、やっぱいい人から買いたいですもんね。そうそうそう、何でも、ね、信頼できる人から、ね、うん、確かに確かに。なのでぜひビジネスにも人間関係にもね、生かしていただきたいなって。なるほど、うん、弥生さんってそのダイヤモンドにこういろいろみんな付着してると思うんですけど、はい、その磨き方を教えるんですか、はい、それと弥生さんが磨いてくれるんですか。両方です。両方両方、うん、そう、その人に違う。ここ取り外していこうとか、あ、この部分こうだからってちょっとね、こう外して外して、うん、でね、やっていくんですね。そうで、今日はね、ゆうきちゃんせっかく来ていただいたし、はい、お互いに声のプロファイリングということで、はい、はい、でちょっとやってみます。はい、私なんて喋ったらいいですか。ではうーんと、自己紹介みたいな感じで、はい、皆さんこんにちは、はい、で肩書き、はい、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いします。ちょっと言ってみてください、ね、それで OK ですか。私スイッチ入れますね。はい、お願いします。はい、はい、じゃちょっと実践、生実践。緊張しますね。私も緊張してきた。はい、はい、それでは行きます、はいはい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。
よろしくお願いします。ちょっと私の方を見てもう一回言ってもらっていいですか、はい、ごめんなさいね皆さん向き合っちゃう、はいはい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いします。はい、パチ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 、素晴らしい。あのね、ドキ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 、さっきちょっと打ち合わせっていうかね、ここに入った時に挨拶した時と、はい、今と声帯の使えてるところが変わった。本当ですか？すごい、いい方向に。あ、良いとか悪いじゃないんですよ、うん、もう全然変わってる。そうそうそう、なるほど、うん、やっぱりね、あのリラックスしたところとこうやってね、はい、本番でってやっぱ変わるんですね。うん、でまずね、じゃあちょっと簡単に声帯のお話しさせていただくと、声帯ってね、すっごくたくさんの筋肉でできてるの知ってますか？いや、どれぐらいだろう。どれぐらいだと思いますか？どれぐらいだろう、ね、まあ、研究なさってる方、うんうん、研究なさってる方によってもね、多少その数が違ったり、はい、どこまでを含めるかっていうのももちろんあるんですけど、はい、まあ簡単に言うと40個。40、うん、そうあるんですよ。いろんなところにいろんな形の、でね、その筋肉の中にはすごく早起きしてくれる子、筋肉ちゃん、お昼頃にしか起きてこない子、夕方まで寝ちゃってる子、ちょっと起きたのにまたすぐ寝ちゃう子とかね、はい、いろんなね、筋肉の中でね、性格があるんですね。で、それがその人によって喋り方の癖とか声帯の使い方の癖があったりもするので、はいはい、であとはね、その声帯ってその方そのものって言いましたけど、あのね、気持ちとかマインドとか、まあ同じかな、同じ、うん、そういったものがね、うん、影響してるんですね。でもちろん緊張するとこの辺が硬くなってたり、さっきまで動いてたところが動かなかったり、さっきまで寝てた子が起きてきてくれたりとか、でできるだけその声帯のたくさんの筋肉、まあ、40個ぐらいが一番節として、うん、多いんですけど、それが全体にこう使えるようになったら、そしたら豊かな響きのある声になるわけですよね。なるほど、うん、なのでできるだけ全体が使えるようにっていうのもやっていくんですけど、でさっきねお話ししてた時は、実はね、ゆきちゃん、あの左側の上の方あたりの筋肉がちょっと使えてなくって、はい、あ、じゃあそっちの方がいい感じだったんです。今は右側の下の方あたり、まあ、イメージね、はい、上と下と本当声帯はここに入ってるんですけど、はい、うん、でイメージ的にね、はい、イメージ的に今はね、右側の下あたりがすっごくいい感じに使えているんです、ね、そうなんです、ね、なのでちょっとね、どうやって簡単にやるかっていうところをやってみたいと思うんですけれども、はい、でまた声っていうのもね、どうなのかっていう話もね、ちょっとね、で、あの日本は声のこともね、あのあまり教育しないっていう国なんですね。で外国の方ではすごく声のことやっているので、また日本人のと外国とも違うんですね。では、はい、この後ですね、ゆうきちゃんの実際今私が鑑定しましたので、ちょっとだけね動くようにしてみたいなとかって思うんですね、はい、そこはあのこの後ね CM をお届けしていきたいと思ってますから、でその後にじっくりとやりたいと思うんですね、はい、そして今私がお話しした外国では声のことちゃんと教えてくれているんですけど、日本は声のことは教育はしてないんですね。ないですよね、うん、でそういうあたりの違いとかもちょっとねお話ししていきたいな。なんか私がいっぱい喋ってるね。いや、うん、海外でその声の、はい、専門家の先生が学校、うん、日本で言ったら国語の先生とかいらっしゃるじゃないですか。海外にはその声の先生が健在してるってこと。そうなんですよ、学校の先生、まず親もするしね、はあ、で、はい、お母さん方も学んでいるから、うん、それをそのまま子供にも伝えるし、学校でも教えるし、素晴らしいですね、はい、うん、そうなんですよ。でもやっぱり、はい、あの海外の方々って自分の表現とかもすごい上手じゃないですか。そうなんですよ、あの私の姉も海外に住んでるので、はい、周りのお友達とかとたまにこう、はい、フェイスタイムしたりね、電話したりするんですけど、はい、うん、みんなこう自分の見せ方上手っていうか楽しそうだし、すごい生き生きこう見せ方分かってるなと日々感じてる、うん、はい、そこもやっぱ声っていうのが一つ、うん、そうあるんです。そうなんですよ、で結構ね、日本語っていうのは裏声でも日本語ってお話できちゃうでしょ。でも外国の言葉って裏声にすると発音が全然変わっちゃって、えってなるっていう話も聞いたんですよ。なるほど、うん、じゃあ英語だと裏声とか使いにくい、はい、
うん、だってそうなんですよ。私もねアメリカのお友達がいて、はい、でそれで普通に地声でグモーニンとかって言うとはいグモーニンって返してくれるんですね、はい、だけど裏声でやってみたんです。グモーニンって発音良くないって言われたんです。うん、でも日本だとおはようございます、うん、おはようございますおはようございますおはようございます、全部おはようございますに聞こえますよ、ね、はい、聞こえます。日本語ってすごいんですよ。どの音でどんな風に言ってもおはようございますは変わらないんですけど、外国いろんな国はそうで、ちゃんと自分の本来の声でお話をすると自分の気持ちも伝わりやすいし、うん、誤解もないんだよっていう、そういうことはもう日本語でその声まで、うん、もう持って知ってしまったら、うんうん、もう最強ですよね。でしょう、最強、最強、最強ですよね。そうなんですよ、うん、はい、 なのでね、やっぱりそこのね外国っていうところと日本、うん、あのお話もねちょっと後半ゆきちゃんの声の変化っていうのも後半ね、うん、はい、ぜひぜひお届けするときにちょっとやっていきたいなと思うんで、皆さんね楽しみにしていただきたいなと思います、はいはい、外国の話もちょっともう少しねお話しさせていただこうと思いますし、はい、なぜ声、自分の本来の声を、はい、使っていくといいのかっていう、ちょっとだんだんその良さ分かっていただけました。すごく興味で、私もともと幼児教育とかあの保育関係をしてたので、どうしても子どもたちのこう教育ってやっぱ興味があるので、はい、そこに声とかもあるといいですよね、うん、いいですよ。どんな感じで幼児教育とか子どもたちの声どんな風にしてた？いや、あの子どもたちの声は全然あの入れていきたい、入れたらいいだろうなって思ってるんですけど、うん、私は結構こうプロファイリングを使って子どもたちの個性を、はい、こう生かし方とかですね、はい、そういうのをお母様方に伝えていってるんですけど、うん、プラスこの声をお母様方にこう教えできたら、はい、お母さんたちはなんか伝わらないっていう悩みのお母さん多いんですよ。子供に伝えてるつもりだけど伝わらない、はい、で言い方とかね、うん、ゆっくり話してあげてねとかいうアドバイスはこのプロファイリングから したりさせてもらうんですけど、はい、実際発信側の声っていうものもあるのかもなと今ずっと聞きながらですね、はい、あの思ったんですよ。これお母さんたちのこう、ね、教育にもいいなとか、うん、そうなんですよ。で先生と先生同士ね、はい、幼稚園の先生同士、はい、親御さん同士、はい、子供同士、そして年齢関係なくても先生と親御さんの間とかね、何かこう誤解が生まれたりとか、うんうん、いろんなことも起きてくると思うんですけれども、うんうん、そういうことまで減ってくるし、あとはねその今幼児教育で出たんですけれども、はい、私すごく興味があるのがオランダなんですね。オランダもすごく声のことやっているっていうらしいんですよ。いつか今日こう見学に行ってみたいですね。行ってみたい、うん、興味あります、すごく。ね、そのオランダでも、はい、またねどんな風なのか、幼稚園の先生が生徒たちにどうやって接しているのかとかちょっと聞いたことがあるので、はい、現場見に行ってみたいですよね。でしょう、うん、ね、その先生たちのプログラムも気になるし、はいはい、実際の教育はすごく気になります、ね、ですよね。じゃあ行きましょう、オランダ。オランダ一緒に行きましょう。行きたいですね。じゃあ後半はその諸外国のお話とかね、それからオランダでどうだったかっていうようなお話も含めながら、はい、はい、井上ゆきちゃんの今私が鑑定してちょっとこう声が変わっていく感じもね、皆さん、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、ではね CM をお届けした後にやっていきます。ではまず CM ご覧いただきましょう。
あなたもプロファイリング、はい、今日はですね井上裕貴さんをスタジオにゲストとしてお迎えしてお届けしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では後半入っていきましょう。前半ではね声っていう認識っていうお話もしましたしね、はい、あとあの裕貴ちゃんを鑑定してちょっと声の変化も後半はね楽しんでいただきたい。でその前に、はい、オランダのお話していいですか、うん、気になります。お願いします、うん、あのね例えば日本だと先生とか親もこうしなさいああしなさい、うん、そんなことはダメでしょとかね、はい、言いますよね。危ないとかね、うん、全先生たちそういう風にしないんですって。へえ。はい。で子供たちも本来の声でちゃんとお話をしていくそうなんですね、うん、で例えばね今この時間ですよ幼稚園のね。で席立っちゃったりそれからなんかかんかって友達同士で始めちゃう子っていたりしますよね、はい、そうすると日本だとどうやって座らせようとしますか。何々くん何々ちゃん座ってダメみたいなねえ、うん、言いますよね。もうそういう声で言っちゃいますよね、はい、その声もいっぱいこう聞かされた子供ってどうなっていきますか。どんな気持ち。肯定感自己肯定感も何もかも下がっちゃいますよね。ダメ、ね、ダメなんだとですね思っちゃいますよね、うんうん、で本当自分ではいいと思っていたのに、うん、ダメって言われて何がダメ、うん、もうなんかわかんないってことも起きてきたりするんですね、うん、そういう時になんとオランダの幼稚園の先生小学校の先生はちゃんと会話するんですって。そしてきちんとそのね自分の声で、で例えばゆきちゃん今は何の時間かな？ってなんか、お絵描きの時間とか、はい、うん、そうだよね、うん、お絵描きの時間って何するんだっけ？なんか座ってお絵描きするとか言いますよね、うん、ねお絵描きする、うん、じゃあ座ろっかって、うんうん、なんかそういう感じで、あ、そうだってそれも怒らなくてその先生の本来の声でお話をしていくからすごく穏やかなんですって。で子供もうんって素直に席に座ったりとかね、うん、でやることを今のこの時間、あ、そうだったこの時間はみんなもやっているように自分もそういうことやらないといけないなって思って自然に座ってやるようになるそうなんですね。でも座りなさい今お絵描きの時間でしょとかってやってしまうと、うん、だって自分はこうこうこうなんだもんやだもんみたいなの感情がどんどん動いていってしまうんですね、はい、なるほどなるほど、うん、そうするとそういうのも声にも影響しているっていうのね、うん、そういうこともあるらしいんですね。で声のことをちゃんと伝えながらそうやってやったら穏やかな子がで、ね、なっていくし、うん、なるほどね。そうでも諸外国は本当にそうやって声の大切さをすごく伝えているんですけど、うん、日本はそういう声は伝えないって、うん、教育はしなくても、まあ、大丈夫と思ってるのか声とお金のことは日本はその、ね、教育は、ね、うん、でも去年ね4月から高校1年生からはね、うん、お金のこととかね学べるようにはなってはいるんですけどまだまだ声のことってないですもんね。声もこう一覧表があって日本語もそして発音記号表とかであるんで見たことあります、ないですないです、はい、ねえ、そうなんですよ。だからもう少しねこう日本も認識が大きくなっていったらいいなって思ってる私の今日この頃、うん、なので声の大切さをお伝えしながらそしてお一人ずつ全部癖があって違うので、はい、それね鑑定をさせていただいてるんでいきましょうか。ぜひよろしくお願いします。ではねやっていきたいと思います、はい、ではまずはい自己紹介的に皆さんこんにちは、はい、で肩書き運命あ運気研究家の井上裕貴です。よろしくお願いします。もう一回ここで言っていただいていいですか、はい、こっち向いた方がいいですか。はい、はい、皆様こんにちは運気研究家の井上裕貴です。よろしくお願いします。はい、いい感じですね。裕貴さん本当いい感じに声は使えているんですがただ一番使えているのが、はい右側の下あたりがよく使えてるんですね、はい、そして逆に左上の方が使えていない筋肉がちょっと多めっていうことなんですね。でもそれも全然安心してください。使えるようになります。でも、はい、今の状態です、はい、今の状態で鑑定させていただいたのででは行きますね、はい、はい。私が何をお届けしてるかっていうと体中にいっぱいお口があるよって
っていう感じで、やってるんですね。はい、ではね、ゆうきちゃん、はい、左の頬、こっちですかね、はい、左の頬、はいはい、ここにもう一個お口があると思ってください。はい、はい、でお口の中で作った言葉をぐりーっと通して、左のここの頬にお口が新しくできました。はい、はい、でそこからここから声を出すように、ここから声を出す、はい、イメージね、イメージで意識がね、こうやって変わるとまた変わってくるし、動けてなかった声帯が動けたり、いろいろ起きてくるんですね。ここからこうですね。そうです。はい、はい、で言ってみたらいいですか。はい、言ってみてください。もう一度同じ言葉、はい、向かいます。ここからこうですね、うん、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとマイクから離れたからどうでした、皆さん声聞きづらかったですか。じゃあちょっとこうマイクこうしてですね、こうしましょう、こうしましょう、はい、はい、はい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。おお、いいですね。今皆さん、さっきと優希ちゃんの声変わったの分かりましたか。少し変わってきましたよね。ここだんだん上側、左の上側が使えるようになってきました。うん、ではもう少しいきますね。ではお口、口の中の、はい、はい、奥歯と奥歯、もう少し上げ、こう広げてあげるんですね。はいはい、でそしてもっと後ろ側からこのほっぺのお口にグイーって出していくイメージで、はい、行きましょう。はい、奥歯と奥歯を開けて、はい、こう奥歯でも言葉作るって感じで。なるほど、なるほど。はい、で皆さんこんにちはって、はい、ここから、はい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。はい、いい感じですね。まだいけますね。まだいける、はい、今ね、まだこう狭くなっていって、はい、だからなるほど。でこのね、喉の奥の方を通していくので、もう少しね、喉の声が通る道を広げてあげる感じで。なるほど。はい、はい、はい、で体に少し力が入っているので、体の力抜いていきます。はい、本当にトレーニングですね。そうですよ、はい、はい、皆さん変化聞いててくださいね。ここ、はい、このお口からいきましょう。どうぞ。皆様こんにちは。あ、ちょっとね下がっちゃったので上ですね、うん、はい、ここにお口があるイメージ、イメージで、はい、ここがお口、パカ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 と、はい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。おー、いいですね。いい感じです、いい感じです。はい、あとでね、もしこの録画もありますから聞いてみてあげてください、はい、ここ、はい、行きました。そしたら今ね、左側の下の方がいい感じだったのが、はい、ちょっと上だけに意識がいったので、本来使えていたこのね、右側の下の方も意識、両方に今度、はい、ここ左の上と右の下と、はい、そうです。なので今度左側じゃあ右ね、はい、右の鎖骨に、鎖骨マウスって私言うんですけど、鎖骨マウス、はい、ほっぺマウス、はい、で鎖骨マウス、今度は両方の口、はい、これはこう半分ずつって感じですか、うん、それとも両方に、両方にバッバッと広げる感じ、はい、その口とこの口、はい、両方から行ってみましょう、はい、どうぞ。皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。はい、鎖骨さんの方が行っていないので少しトーン落としてもらっていいですか、はい、こちらですね、はい、そうそう、はい、ここが閉じちゃう、はい、はい、皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします、はい、ちょっと奥歯が閉じちゃったので、もう少し奥歯広げていきますね、はい、はい、一つのことに意識いくと他のところが意識が、はい、難しい、はい、はい、皆様こんにちは、運気研究家の井上優希です。よろしくお願いいたします。あ、いいですね。皆さんどうですか。パチパチパチ、そう、こういうのを繰り返していくとだんだんまた使えてるところ、使えてないところっていうのもね、出てきたりするんですね、うん、はい、そういう感じで日々皆さんすごく違ってきます。そして、なんでわかんないとおっしゃる方もあるんですが、人の声聞いてたりね、やっていくとまたね、だんだん分かるようになる、ね、でも今話してたら、うん、いつも私結構こうグッて力が入っちゃうんで、喋るときに、うん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 、でもなんか分散してる感じがすごい今ありました。そうだ、喋ってて、このスタジオの中にも響いてる声変わったんです。いや、なんか、はい、先ほど楽屋の方で、はい、朝から晩まで喋っていても疲れないって言ってらっしゃる。私は結構こう朝から晩までずっとこう喋ったりお仕事していると、はい、
もうぐったりしちゃうんですよね。で頭痛がちょっとしちゃったりとかなんですけど、今すごいこう楽でした。楽でした。声出すの嬉しいです。今ね、感想ぜひお聞きしようと思ったら先に言っていただけて嬉しい、ね、楽でしょ。楽です、楽です、はいはい、まだまだ体もね緩めていったりとか緊張してるところもあるんですけど、声がそうやって体調もね整えてくれたりもするんですね、うん、なるほど。はい、で伝わり方変わってくるんですね。いや、もうこれ習いたいですね、もうすでに。そう、それは嬉しいわ。ねえ、ありがたい、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあこういったものが、まあ、実際海外とかでは、はいはい、もう実践的に行われてるってことですよね。そう、もうこういうね訓練が行われているというよりは、生まれた時から本来のその人その子のね声質そのままで喋っていく。でよく日本人だと、はい、地声っていうとどんなイメージ持ってます、ゆきちゃん。地声、うん、地声ってってやだ私地声がひどくってとかいうふうにね、はい、おっしゃる方もあるんですよね。いらっしゃいますよね、うんうんうん、もう地声ってなんかなんていうかな、まあ、今は少しこう皆さんの前でお話ししているので、うん、ちょっとトーン上げてとかしてますけど、はいはい、本当に普通にお家で喋ってる時とか、うん、なんかのが地声かなっていう感じ、ね、で地声ってあまり良くないと思われてる人多いですね、うん、私声が悪くってとか、うん、で地声で喋ってくださいって言うとなんかガサツな声とか低い声とか、はい、そういうこうイメージがあるって、はい、いやいや地声ってねって地の声って書くんですけれども、はい、私はその地を自分の声の地声の自分の声でお話ししていきましょうってね、うん、そうすると本当人間関係の誤解もね減るんです。だいたい人間のね、はい、悩みって3つに集約されるっていうんですね、はい、人間関係、はい、お金、はい、体健康ね、でそして日本人はその人間関係で一番こう悩む人が多いんだそうです、うんうん、でもほとんどそうですよね、うん、お仕事もな家庭も何もかも、はい、やっぱり人間関係うまくいけば仕事もね、うん、経済面も上がったりとかありますもんね。ねえ、そうなんですよ。なるほど。なんか諸外国からすると日本ってね先進国の中でも結構こう人間関係に悩んじゃったり、はい、うつうつしちゃったり、うつ病の方多かったりとかね、結構自殺、まあ、ちょっとはっきり言うのも苦しいんですけれども、人数が多いっていうのもこの前も出てて、はい、なぜなのかって私勝手な想像ですけれど、うん、はい、誤解されるからなんじゃないかなって。その誤解が減ったらもう絶対変わる、皆さん声大切にしたらもっと変わるんじゃないかって私は勝手に思ってるんですけど。でも、うん、なんかこうで小学校とか中学校はちょっといじめられたとかよくあるじゃないですか。でずっといじめられてる方もいらっしゃったりとか、うん、もうずっと人気者の子がいたりとか、うん、そういうのってなんかなんでかなってこう理由なくあるじゃないですか。そうなんですよ。何の理由もないのになんでそうなってるのかなっていうのの一つに、はい、うん、いや今弥生さんの話聞いて声か、そう誤解されるね、自分はそんなつもりじゃないのにって、うん、で自分も誤解されてるって気づくでしょ、はい、なんかでちょっとしたことお話ししたこともあ私がちゃんと伝えたいことなのにそんな風に受け止めてもらえなかったとかね。もう私ねそれをこう医学学会のお仕事してる時にそんなお話が出たんですね。あこれってもしかしたら声の力、声がこういうふうに本当の声の力、声ってすごいんだよってことを誤解ない声を使えていけるようになったら変わるんじゃないかってものすごく思ったんですね。これ勝手に思ったんです。事実は分かんないけど、はい、あると思うんです。で私のところに来てくださってる受講生さんたちも、うん、どん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 とこう変わっていくんですね。うん、なるほど。親子関係夫婦関係からいろいろ変わりましたっていうことも本当にどんどん言ってくださるので、私ねもう少し何かこう私なりの声の伝え方がないかなって。どう思いますゆきちゃん。学校に一人家庭に一人もう弥生さんが必要ですね。これなんかやっぱこう私自身も自分の内面とか性格、はいはい、
性質的なところはプロファイリングで知ってはいるんですけど、はいはいはい、やっぱりその意外と私気にしいで、はい、気にしいなの見えないですよね、はい、なんかメンタル崩れたりとかした時にはこう崩れやすいっていう性質も持ってるんですけど、はい、やっぱりこうなんか初めましてだった時から強いっていう印象を持たれやすいんですよ。あ、多分その声かも、いやいやいや、じゃ声もあるのかなと思いますね、はい、なんかねバーンと喋っちゃうので、うん、はい、誰とでも、うん、もうね、そこすごくいいところなんですよね。そうなんですよ。でもなんかこう強いと思われるからいろいろ任せられたりとか、いろいろされてできなくて落ち込んじゃったりってやっぱりあるので、はい、やっぱり本来のこう自分の見せ方が声で知れたら、相手もその自分を理解してくれたら、うん、めちゃくちゃ楽ですよね、声だけで。そうなんですよ、もう本当に誤解されるの嫌。そしてしかもね、自分の本来の声って自己肯定感もすんごく上げてくれるんです。脳科学で学んだんですよ、自分の声が一番そういう力がある。いや、落ち込まない。一番みんな自己肯定感を上げることに必死ですもん ね、うん、ね、低い方がやっぱりこう教育的なところもあると思うんですけど、うん、低い方も多いじゃないですか、はい、今すごく、はい、声でなるんですね、自己肯定感まで。もしかしたら自己肯定感いっぱい上げてくれるのは、その先生がおっしゃったのはね、知識だとかそうカウンセリング受けるよりも、はい、自分の本来の声使えるのが一番大きな力を持ってると思うっておっしゃってたんですよ。すごい、すごいね、良いことしかない。全国講演していただきたいですね。熱く語ってますが、でも人気がいろんなところから依頼オファー来そうな感じですけど、うん、ね、ありがとうございます。ぜひね、そんなお話もさせていただけるっていうね、はい、チャンスをいただきまして。あ、そうですね、はい、ぜひ告知を、うん、はい、来月9月の14日木曜日なんですね、東京にあります明治記念館、こちらの方で11時から1時まで、私のお話で 0.2 秒でお客様の心をつかむ魔法の声の作り方ということで題しまして、はい、今のようなねお話をさせていただきます。もうすっごく美味しいお食事がねついてるんですね。はい、今皆さん画面で見えますでしょうか、右下のところにあります QR コード、こちらを取っていただきますとお申し込みしていただけますので、ぜひですね、私に会いに来ていただきたいなと思います。はい、実際ここでも少し声の、はい、どんな参加者の方も、はいはい、実践みたいなのも すぐ少しでもね、うん、はい、していただけたら楽しいんじゃないですか、ね、私も行きますけれども。あ、嬉しいです、はい、はい、まあ、いろんなね、経営者の方であったり、はい、まあ、ご自身で仕事されてる方だったりとかはですね、はいはい、いや、すごくいいですよ ね、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。多分お時間的にあればどなたかね、と、はい、その場でさせていただいての声の変化。でもびっくりです、こんなに少しの間でもこれだけこう変化を感じられる、はい、いや、さすがですね、うん、はい、ありがとうございます。これ1年間かけて学んだりしていけば、はい、体も綺麗に、顔も変わったりね、はい、女性であれば肌も変わったりしていきますよね、はい、そうなんですよ。いいことずくめっていうのを知ってから、私もね、声変わってきたし、自分の自己肯定感も変わったし、うんうんうん、はい、どん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 とね、自分の自信っていうのもあるところから、こういろんな意味での落ち込まなくなったんですね。うん、やっぱりメンタルの安定ってすごく大事だから、はい、はい、いや、声って深いな、はい、ですからもうあなたの、はい、人間関係、お仕事、コミュニケーション、そういったところにもね、ぜひこの自分の本来持ってる声を使っていただけるようになったらいいわけですから、はい、はい、そちらをね、ぜひ活かしていただきたいな、そんなお手伝いもさせていただけたら嬉しいなと思っております。はい、なんかあっという間にね、時間が過ぎましたけど、楽しかったです、ありがとうございます。今日は特別見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今日はね、はい、運気研究家というということで、はい、1000人以上のね、運気を見てきたという、はい、井上ゆきさん、ゲストにお迎えしてお届けしました。皆さんご覧いただいてありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではこのあたりで失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。